ここでは効果投げを考えてみましょう。表の出る確率は3分の1、裏の出る確率は3分の1というちょっと歪な効果。これはわざとわかりやすいようにこのようにしています。これを5回投げた時の効果の表の出る回数、これを確率変数 x というふうにして、 x がどのような分布に従うか、これを確率関数 fx を求めることによって考えます。まずは、large x が2、表が2回出る、この確率を考えてみたいと思います。表が2回というのは5回やったとき、例えば1回目に表、2回目に表、で、あと3回目から5回目まで裏というのが考えられます。他にはこのようなケースも考えられます。で、いろいろなケースが考えられて、これらはすべてでコンビネーション5の2、すなわち10通りあるわけです。では、そのうちの1つの起こる確率というのは、この各回の1回目から5回目までの効果を投げるというのは独立なので、表が2回、すなわち3分の1が2回、で、裏が3回、3分の2が3回、このように表すことができます。で、これがある一つのケースなので、F2、X が2となる確率というのは、このように、一つのケースの確率に対して、コンビネーション5の2をかけてあげると。これによって、243分の80というのが求まります。同様に他の回数、例えば F0 というのは、コンビネーション5の2だったところを5の0にして、で、3分の1の2乗だったところ、3分の1の0乗。で、3分の2の5、3乗だったところ、3分の2の5乗にしてあげるという形で求まります。同じように F1。これはコンビネーション5の1と。あとは同様ですね。F3、F4、F5 と。当然、表の出る確率が3分の1で、で、5回とも表が出る確率というのは非常に少なくなるということがわかります。では、二項分布の定義ですが、ある事象 A が起こる確率、これが PA イコールスモール p と与えられ、先ほどの効果を投げるとき、表の出る確率、それが3分の1と与えられているので、先ほどの効果投げでは、スモール p というのは3分の1です。で、N 回独立試行を行い、先ほどのコイン投げ、効果投げでは5回やってます。で、A が X 回起こる確率。先ほどは最初は2回というふうにやりました。その確率というのはこのように、コンビネーション NX で P の X 乗、1-P の N-X 乗。これであるときに確率変数 X というのは二項分布に従うというふうに言います。これは先ほどの効果投げのケースですね。このようにして FX、確率関数の値が求まります。当然、確率 P が3分の1だったので、表の出る回数というのは1とか2、5回投げて1回か2回出るところというのが非常にその確率が集中しているということがわかります。なお、二項分布というのは、試行回数 N、それと事象 A の起こる確率 P によって完全に決まるため、このように N と P、このパラメータを使って表すというふうになります。では、二項分布の例を見てみましょう。ちょっと大きく N イコール10の場合。このように、成功確率が 0.1、成功確率が 0.3、成功確率が 0.5。もし P が 0.1 のときは、一番確率高いところは当然1のところになります。10回やって、何回成功するか。当然やっぱり1回成功するのが一番高くなると。P イコール 0.3 のときも、このように P イコール 0.3 のところは、ここは一番確率が高い。3回成功するのは一番確率が高い。P イコール 0.5 のときは、5回。10回中5回成功する確率は一番高くなるというふうに
このグラフから見ることができます。では、例題に行きましょう。1問に選択肢5問があって、正しいものに丸をつける設問が10問ある。ただし、正しいものは各問1個ずつと。正解を1つ10点として、まあ、デタラメに丸をつけていくと。で、この時に80点以上取れる確率。これは、1問の正解確率が5分の1。で、10問あるということで、試行回数が10回ということですね。なので、80点以上ということは、8問以上正解する必要があるということです。すなわち、二項分布の確率の F8、F9、F10、この和を求めてあげればよいということです。そうすると、成功確率、正解確率は5分の1。で、試行回数が10なので、これを計算すればよいということです。で、これを計算していくと、このようになって、約 0.008% というふうになります。結局、まあ、デタラメにやって、8割以上正解するというのは非常に確率は低いということがわかります。これが1万分の1未満ということですね。では、二項分布の確率関数の式 FX について、当然、確率関数なので、すべての、値の和を取る。この場合、X というのは成功回数、試行回数 N 回のうち成功回数なので、このように X が0から N までの和。これを取ったら必ず1になるということを確認したいと思います。では、わかりやすいように一旦 1-P を9と置いて、この FX の和を考えてあげたいと思います。そうすると、このような形で表されます。これはどっかで見た式なんですが、実は二項定理の式ですね。なので、二項定理を展開した式なので、これを P プラス Q の N 乗という形で表すことができます。で、Q というのが 1-P ですので、P プラス Q は1。よって1の N 乗なので1ということで、確率の和が1になること。これを確認することができます。では次に二項分布の期待値。これを考えてみましょう。期待値というのはこのように、X、取る値と確率関数をかけたものを和で表されます。確率関数はこのようにコンビネーションを使った式。で、ここも同様に、わかりやすいように、1-P を9と置いてあげましょう。で、二項定理を使うと、このように、この式、コンビネーション NX の P の X 乗、Q の N-X 乗のシグマ。これは P プラス Q の N 乗というふうになります。この両辺を P で微分してあげると。そうすると、こうですね、P の X 乗の X が降りてきて、で、右辺も N 乗の N が降りてきて、このような式で表すことができます。で、これに両辺に P を乗じてあげます。で、なおかつ P プラス Q が1であるため、P を乗じることによって、左辺は P の X マイナス1乗が P の X 乗になる。で、右辺は P をかけるんで NP。で、P プラス Q が1なので、このように NP という形になります。この左辺の式というのは、これは、この期待値を求めるときの式だったので、これによって期待値は NP になるということがわかります。では次に二項分布の分散、これを考えてあげましょう。で、分散を求めるときには、簡易的な方法として、その確率変数の2乗の平均から平均の2乗という方法を使ってやってあげましょう。このように分散は x の2乗の平均から平均の2乗。で、先ほどこの期待値平均、これは NP になることが分かっていますので、ここに NP を入れてあげる。で、あとは、
ここの x の2乗の期待値で確率関数はこのように与えられますので、これの期待値を考えてあげればよいわけです。で、先ほど、期待値を求めるときにこのような式を使いました。これは、二項定理の式を両辺、P で微分した式ですね。で、これをさらに両辺を P で微分。そうすると、ここの x-1、左辺はこれが降りてくる。で、右辺は n-1 が降りてくる。このようになります。で、これで、両辺に P の2乗を乗じてあげます。そうすると、ここの P の x-2 乗が P の x 乗になってくれると。で、右辺はここに P の2乗が来てくれると。このような式に直すことができます。で、ここで P プラス Q が1であること。で、左辺のシグマ、これをバラバラにしてあげて、このような式になります。で、右辺のとこですけども、先ほどと同じように、ここには、P プラス Q の N-2 乗というのがあったんですけれども、 P プラス Q は1なのでその部分が消えてしまうと。で、左辺のところは X(X-1) というのがあったので、それを展開してバラバラにしてあげるということです。そうするとこの部分の式というのは何かというと、これは二項分布の期待値を求めるときの式になっています。なので、これを右辺に持ってきて、これは期待値そのものです。なので、このように直して、分散というのは、このように、2乗の期待値から、2乗の期待値から期待値の2乗を引く。で、2乗の期待値というのは、このような式になるということが分かっています。それを当てはめてあげるわけですね。で、それを整理していってあげると。そうすると、このように n の2乗、p の2乗というのは消えますので、このように np カッコ 1-p というふうに表すことができます。では、例題見てみましょう。先ほど例の2の試験問題。選択肢が5問あって当てずっぽうで丸をつける。で、この時当たる確率は p イコール5分の1。なので、平均というのは μ イコール np。10問あるので10かける5分の1。よって、平均は2というふうになります。分散は、シグマの2乗イコール np カッコ 1-p。n が10、p が、5分の1。これを代入すると 1.6。よって標準偏差は 1.3。なので、この平均からプラスマイナス 1.3 あたりに大体、得点が集中するということがわかります。よって1問10点で考えた場合は大体20点、プラスマイナス13点くらいのところに分布するということがわかります。